ファミリーキャンプ始めます。始めます。インフモトッパラ。はい、シンガー設営終わったんで、はい、ご飯作っていきます。めっちゃうまいやん。めっちゃうまい。ゆうたに詳しい。うん。お昼ご飯完成しました。うますぎる。おいしい。うん、うまい。あ、最高。ものすごい体勢で撮ってませんか、写真を。ねえ、触んないで。もうベトベトやだね。やだ。雨が降ってきてしまいました。元っぱらやっぱり結構雨降るんですよね、突然ね。今ちょっと中に撤収したりしてます。すごい雨が、タープに当たる雨の音聞こえると思いますけれども、急にやっぱりこういうふうに雨にね降ってくる時があります。やっぱツールもいいね、こういう時はね。いいですね。ゆうたプレゼントしてくれた、はい、そうですよ。随分前の話ですいいです。手前の方にヘキサ今貼ってるんですけれども、うん、ツールームだから前の前室があるからね、うん、そうそうそう、困らないよね。そう、前室があるからいいですから。ゆうたありがとうね。ありがとう。これやっぱりツールームのいいところだね、本当にね。うん、今回ツールームでちょっと大正解だったかも、うん、知れないね。ヘキサは開放感があって脇の風を感じられたりとか、うん、風を感じられたりするじゃん、脇がほら開放になってるからね、うん、だけど今度雨降ってくると脇からの今度、うん、横殴りの雨が来るとちょっと弱いね、うん、ヘキサは。いやー、ツールームとヘキサは最強だね。だけど これ両方この2つは最強よ。これは最強だね、うん、雨が止めましたので戻します。戻します。滞在時間15分ぐらい。気をつけて。あ、降ってきたな。はい、ということで雨やんだからさ、夜ご飯の準備しようと思ったらまた降ってきましたということで、もう早くやっちゃいます。はい、今回はこんな感じの骨付きのスペアリブ買ってきたので、これをね煮たいと思います。はい、マーマレード煮にしていきます。今日はダチオーブン料理ですね。結構ボリューミー。ボリューミー。これ、おお、本当だ、肉付きがいいね。結構いい ね。なんかスペアリブってそのものによってなんかちょっと骨に肉がちょっとみたいなところあるよね。ある。もう匂いだけでうまいって今言っちゃった。匂いがうまいもん。ということで、なんだっけ、ご飯はジャンバラヤ作ります。ジャンバラヤ具材をね、ちょっと全部切っていっちゃいます。ウィンナー、ちょっと気をつけてよ。一気にいきます。うん、一気にはいいけどさ。それでは途中経過いきたいと思います。途中経過、カーニバル、こんな感じ。
途中経過こんな感じ。いい感じですよ。いい感じ、いい感じ。うん、いい感じです。この蚊取り線香効きます。大丈夫かな、うん、決めて、うん、はい、それではランタンの点灯したいと思います。時間は6時10分前です。ちょっと薄暗くなってきたんでね、もうこれぐらいでつけちゃいたいと思います。はい、それではレッツパンピン。パンピン。今回は、コールマンの現行で販売しているホワイトガソリンランタン3機種持ってきました。 286A、290A、ノーススターですね。ノーススターは2台持ってきました。ユータのノーススターとパパさんのノーススター持ってきました。よし、それでは着火いきます。なんない電池取ってね。電池取った OK。 電池取っといてちょっと忘れちゃいましたんで、これで着火したいと思います。着火マンでね、着火いきます。来た。はい、今夜はこの4台にサイトを照らしてもらいたいと思います。テリテリしてきて、うん、ちょっとね、アクを取りながら。はい、ということでランタンもつけたのでジャンバラヤ作っていきたいと思います。お米つけといたのでね、この中にとりあえず入れよう、うん、で、これ調味料全部混ぜ合わせたやつ入れます。じゃあなんかジャンバラヤっぽい色だね。本当だね。どうでしょうか、どうでしょうか。ジャンバラヤ。よし、オッケー。これで叩きます。はい。ついにユタ君までやられた。やられちゃいましたか。はい。これ使うの初めて。初めて、うん、本当に気づかないうちにやられてたのかなと。今回強烈だな。今回強烈、うん、結構発火スプレーやってんのに、うん、やられちゃうね。やられちゃう。それではサーモンのカルパッチョ作ります。うわ、美味しそう。油ノリノリじゃない？うん、結構上出来よね。上出来、上出来。しかも美味しそう。美味しそうね、本当。大丈夫。ちょっとやばいよ、大量すぎる。これは大量すぎる。うわ、集まってきてます。うん、カナブすごいね。明るいからね、うちね。え？車なんか開けられないよ。なんで？カナブがすごい。でもあんまりやるとスカー食らうと大変だ。ちょっとどこにあるの？うちは。うちはどこにあるの？ボックスの中、ボックスの中。これカナブ大量発生だな。やばい、カナブン。何なのカナブン。
わけ。あ、パパ行った。入っちゃった。カナブ入っちゃった。カナブ。マジやばい。大量発生カナブ。ゆかり入っちゃったカナブ。カナブめっちゃやばい。よっしゃ。よっしゃ。はい、ということで晩ご飯完成しましたのでダッチオーブン開けていきたいと思います。まずチャムスからいきましょうか。はい、いきます。せーの、カーニバル。じゃーん、ジャンバラヤでございます。具材たっぷりして、せーの、カーニバル。で、スペアリブのマーマレード煮でございます。サーモンのカルパッチョ、そしてやばい、エビのお刺身ですね。食べたいと思います。なんか笑えるね。なんでしょう。いやー、カナブンの大量襲撃、すごかったです。よかった。今少し収まった。やっと収まった。あの勢いで来られたらもう食事どころじゃないけれども、うん、まあ、最悪の場合ツルームの中に逃げ込むということで、はい、できました。はい、できました。パワさん一番白回り、一番白回りキリン。お大丈夫？大丈夫？ビールです。ほろ酔い梅。ビールです。それではキャンプの夜に乾杯。インフ元っぱら。インフ元っぱら。イン。うまい。ああ。美味しい。最高。これはうまい。いやー、なんでしょう、今日のこのてんやわんやは。もう大変でした。めっちゃ大変やった。すごかったね。スペアリブめちゃめちゃうまそうです。これかぶりつきます。いただきます。いただきます。うまい。うん、めっちゃ柔らかい、うん、柔らかいね。本当にうまい。これはね、美味しいね。うまっ。うめえや。サーモンいただきます。うん、うまっ。どう？めっちゃ脂乗ってるよ。ほんと？うん、食べたよ、うちのサーモン、うん、大好きじゃん。うん、うまいわ、サーモン。うん、うん、めっちゃ脂乗ってる、うん、うまい。最高。なんでキャンプで食う飯ってこんなにうまいんだ。本当にうまいもん、うん、やっぱりさ、キャンプってさ、うん、これがいくつで、これがいくつでスペアリブとかあんま測んないじゃん、うんうんうん、これぐらいで、これぐらいで味見ながら、うんうんうん、毎回違うよ、味が、うん、味が違う。でもそれがいいんだよ。そう、だからそれが楽しみでもあるよね、うん、今日はどんな味だろうみたいな。ほう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 、ほんとだよね。いただきます。僕も食べたい。やばい、一口でいっちゃった。うまい。甘っ。甘っ。甘いよね。甘い。やばいやばい。やばい。これピピラピル。はい、次はゆかりん食べてください。ゆかりん。はい。はい、ゆかりん見てくれてありがとうね。うん、ありがとう。いただきまーす。うん。これは間違いない美味しさです。うまいよね、これね、生のエビ。エビ、これ大好き、これ、この生のエビで、うん、美味しいよね。開発いただく。うん、やばくね、うまくね。うん。ああ、サーモンもうまいし、最高や。ビールが進む。本当よね。マジでビール。めっちゃ美味しいね。間違いない美味しさよ。もうね、
口の中でとろけるのよ、ね、そしてこの甘み、うんうん、もう最高ベリーマッチ。やばいねこれはね、うまいわ、超うまいわ。エビは食べて食べて、エビ俺3本目だからもうこれであと食べて。おいしいよ、うん、本当にうまいよ、うん、なんか今回感激するほどうめえな俺本当に、うん、なんでこんなにうまいの。まあゆかりんとママさんが一生懸命やってくれたから、うん、この美味しいのが食べられるんだ。みんなで作った、みんなで作ったな、だけどな、うん、ちょっとだけ頑張っ、ちょっとだけ手伝ったな、うんうん、みんなでやったな、うんうん、だけど美味しかった、美味しかった、本当に美味しかった、それではお疲れ様でした、お疲れ様でした。やっぱりキャンプでご飯を食べるのは最高でございました。ピピラピン、ピラピン、ピラピン。はい、タープの中から撮ってます。あ、雨降ってきちゃったんですけど、今ね、タープのこういうところに今、一番明るいランタンを置いて、手前の左右二つ、これ今タープの下のランタンなんですけどね、これだけ暗くしてます。そうすると奥のね、奥のこのランタンの方に虫が集まってます。